後で家行ってもいい？渡すものがあるの。午後ならいいですよ。何かありました？大したものじゃないのよ。 PTA の領収書またお願いします。またですか？そんなに買うものありました？文房具よ。何か問題ある？先週も買いましたよ。ボールペンとかすぐなくなるじゃん。え？ダメなの？いえ、ほぼ毎週買ってますし、何千円も。消耗品なんだからなくなったら買うでしょう。13時頃いい？今回はマリさんに渡してください。なんで？美香子さんの家が一番近いのに。この前マリさんに買いすぎって言われました。必要だと言うならマリさんにきちんと説明してください。マリさんって堅苦しいでしょ？苦手なの。美香子さんなら話しやすいし、お願い。私美香子さんが一番のママ友なの。千春さんのお気持ちは嬉しいのですが、私も疑われるの嫌ですし。疑うって何？私悪いことしてないわ。文房具を買って何がいけないの？昨日遺品室に行きました。文房具なんて増えてないですよね。買ったはずの文房具どこへ行ったんですか？ひどい。美香子さんがそんな人だったなんて。私美香子さんのこと本当の友達だと思ってたのに。すっごく悲しい。もしお家にあるなら備品室にお願いします。そうよ、忘れてただけなのに。美香子さんひどい。それでは備品の補充をお願いします。ちょっと美香子さんは会計係でしょ。副会長の私に命令しないで。わかりました。13時頃に行くからお金用意しておいてね。それはできません。もういいわ、会長に言いつけるからね。どうぞよく相談なさってください。ちょっと一体何をしたのよ。どうかしましたか？旦那から離婚って言われたんだけど。美香子さん、マリさん、何企んでるの？企むなんて、そんな。言っとくけど何をしようと無駄よ。会長は私の味方だから。これだからブスのおばさんの嫉妬は嫌なのよ。あとは警察で話してください。警察？領収書の偽造うまくできてましたよ。すっかり騙されました。作ったの会長ですか？やられました。まさかこんな少額を騙し取るケチがいるなんて。な、何言ってるの？さっき会長が辞任するって情報が入りました。会長にも捜査が入ったみたいです。自首するなら早くした方がいいですよ。マリさんが警察官って知らなかったみたいですね。は？あのデブが？柔道が得意だそうです。子供がかわいそうって思わないの？人手なし。 PTA は子供のための団体でしょ。子供を不幸にするなんておかしいわよ。面白い理屈ですね。 PTA は子供のための団体なんだから子供を守るものでしょ。私が犯罪者になったら子供がかわいそうよ。お金は返すから、なかったことにして自分で反省するから。会長と私で美香子さんに謝りに行くから。来ないでください。不倫カップルなんて気持ち悪い。しかも PTA 会費をお小遣い感覚で使うなんて。ここまでバカだったとは。ずっと美人はバカでも生きていけて羨ましいって思ってました。今回のことで美人だとチヤホヤされて調子に乗ってしまう、そんな人もいることが分かったので、私はブスでよかったです。私は美香子さんみたいなブスになるのは絶対に嫌。そうですか。私のようなブスは勉強して資格取らないと生きていけない。そうやって頑張ったから私弁護士です。千春さんの旦那さんから選任していただきました。旦那さんの代理人として慰謝料請求するのでよろしくお願いします。美味しいコーヒー飲みながら話しましょうね。この後デブのマリさんとブスの私をバカにしまくっていた会長と副会長は警察の取り調べを受け
横領を告白しました。千春さんご夫婦は離婚が決まり、私が夫側の代理人として慰謝料の交渉しています。美人って案外不幸なのかもしれませんね。